はい、どうもニナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。これは何個目の配置でしょうか。それを瞬時に最後だね。あ、70は結構打たせてないじゃん。攻めが有利とはいえ結構ちゃんとやってる感じするね。ただ敵のヒーローはいるんだ、前線に追いかける。それさすがにな、いるな。戦いは犠牲者を増やすだけだ。下がって。ギリギリまでダメージを与えた。で、搬送車は撃ったからいなくなってるけど、そんな楽勝な状況でもないよこれ。普通に危ないと思いますよ。このセカンド第2フェーズの防御上手い人っているからね。こっちの ST 封殺されて裏取りも全部止められたら普通に負けますよ。うん、あ、負けましたみたいなこと普通にある、全然ある。あんまりこっちじゃないか。レディスタンスの指揮官だ。こっちはファズマだしな。お、行けるとこ、あ、行けるとこじゃねえよ、ごめん間違えてる。ちょ、ここじゃない、もう一ライン右かな。なるべく相手のね前線が整う前に行きたかったけど、ちょっと道間違えましたわ。待って、ベイダー、ベイダー、俺先行こうか。絶対いるでしょ。お前やってやるぞ、俺に続け。グレネードを使う。いった痛すぎ、乗れねえんだけど、まだまだ乗れないんすけど。お、もう正面突破、正面突破丸だ。それはそれでいいと思う、嫌いではない。敵を寄せつけるな。きついね、人数が多くて敵の。なるべく前に出てあげたい。削るからフィニッシュだけ。まずい、まずい、助けて、追われてます、緑の人に追われてます。今死んだか、ヒーロー下がったのか死んだのかは。ここで一気にライン上げるから、ヨーダはやれると思う。俺は死ぬけどヨーダはやれるはず。そこでヨーダをやってもろて、ライン上げよ。何がいんのか。頼む、 ST が欲しい。今マジで ST が欲しい。ナイスナイスナイス。おえ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 、おい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 、いい、 ST 刺さってるよ。なるべく100で折り返したいけど100はちょっと厳しそうだね。このまま ST が突っ込んでラインを維持してくれれば。ここで止められるとだるい。 OK、 ナイス ST。 シャトルは破壊した。これより連中の残りの退路を塞ぐ。いるな、生き残りが。
居残り結構いるぞ。さあ頑張ろう。結構苦しかったね。急げ。パワー供給設備を破壊し、レジスタンスによる強化扉の封鎖を阻止しろ。このいや、おらんわけないわこれ。レイかなんかで待ってるな。奥からね。これしっかり削りましょう。いいよ。いい削りだったよ。どこで撃っているみんな。そこじゃない。前から削ってはダメだ。電気弾が味方につけば勝利は間違いない。奥からしっかり削る。このチャー戦の削り力ちょっと今はヒーローはきついな。もうちょっとある程度目処がつかんと、裏を先に割るくらいの目処がつかんと苦しいよ。ライン自体は上がってないからね我々。前に出ろ。私が援護する。気をつけろ。だから隙間空いてるんで普通に。位置悪くなったな。場所変えよう。反対側も削るか。なんか後ろから来てない俺。飛び降りる。敵を近づけるな。友軍が到着。我々を支援する。チャー戦で削ればいいんで。そのジェネレーターは片付いた。私たった一人でもかなり削れるんで。さすがにか、さすがに使われておるか。味方を信頼してもよかったか。時間がないぞ。強化扉が閉じかけている。でも、もうそんだけ下がっちゃうと、そんだけ下がっちゃうと、とつられて終わっちゃうよ。ヒーローにとつられて。後ろ見てんのか。まあ釣りとしてはいいと思う。あれあの薄汚い力にな、誠意が敵軍に加わったと。でゴム署には抗えないから、ゴム署嫌がって下がるでしょ。あ、終わった。ようやくか。レジスタンスに逃げ場はない。復讐を遂げるのも間近だ。チャーセン撃ってる人少なかったな。ちょっと怖かったね。まあ別、まあおそらく9割9分くらい、別に俺がヒーロー出して突っ込んでも問題なかったと思うけど、言うてがあるからな。言うて相手のヒーローを強い人に回って、今みたいに今のアナキンみたいな動きする人が数人出てきた場合、逆に押し返されて取れなくなるってパターンあるから、さすがに俺の勝ちたい欲出ちまったな。勝ちたい欲が出ちまった。まあまあでもね、やっぱ何はともあれ最低条件として勝ちに目指した動きをやっていくことがおもろいからな、このゲーム。ちょっと悩ましいところではあったね。動き、味方の動きがそんなに積極的な感じはしなかったんで、作戦行動に対してね。まあそうなると多少保険をかけた動きになってしまうのは致し方ないところ。途中参加であれば、なおのことね。いや、言葉出てこなかった。というわけでね、今回は、ここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。